皆さんこんにちは、今日は、立体的なメイクをするときにどういうことに気をつければいいのかっていうのを理論的に、実践ではないんですが、こういうことを知っておくとすごく、実際メイクをするときに、腑に落ちてできるので立体感をつけようっていう意識もより出るかなと思いますので、この動画を撮ってみました。で、よくベースメイクで内側は明るくで、外側は、ローライトを塗ってとかですね、内側にファンデーションをつけて外側にはもうほとんどつけないようにするとかっていう、メイク法がよくあると思うんですが、なぜそれが必要なのかっていうところなんですが、例えば、じゃあ平面的ってどういうことかっていうと、こういう髪とかがは分かりやすいんですけど、縦と横だけあって、奥行きがないものね、こういったものは平面的なものですね。2次元、縦と横しかないものになります。で、立体的なものでも、例えば、こういった段ボールなんですけど、こういうような、カメラに向けてこういう角度で見ると縦と横しかないので、これ実は紙かもしれないですよね。奥行きが見えてないので、すごく平面的に今見えてる状態になります。ですけれども、角度を変えるとこういう角度にすると、縦と横とそれから奥行きがあるので、これは、物体っていうか、3次元の縦横高さ奥行きがある、ものなんだなっていうのが分かります。なので、人のお顔もですね、こういう2次元に見えてしまうとすごく平べったい印象になってしまいます。この状態ってじゃあどういう状態かっていうと、さっきのベースメイクのお話でいくと、お顔の中心も外側も全く同じ色で、同じ明るさにしてしまうと全く奥行きを感じないので、ここまで正面顔になってしまってすごく大きく見えてしまうっていうものになります。なので、一つはこの当たってる面が違うと、ここの色とここの色とここの色って微妙に全部違うと思うんですけど、そういう演出を、メイクによって加えてあげた方が、立体的になります。面を意識してこう色をつける部分を変える、濃さを変えていくっていうのが一つと、それからこの位置からこの位置にした時に、例えばこのラインとかっていうのは必ずここでこう面が変わるところで、この角度の切り返しっていうのがあるんですね。ここも同じことか、こことかもそうですね。こう来てそれからここっていう角度の切り返しが必ずあるので、なので眉毛もですね、お尻のところまでまっすぐだとすごく平面的に こういう例えばこういう眉毛だとすると、すごい横顔まで大きく見えませんか？なので、この山まで上げるっていう意味ではないんですけど、山で角度の切り返しをつけてあげるとか、あとこの辺りがこう横に広くて気になるっていう人は、チークも意識的に、目尻とか眉尻のあたりでこう角度を切り返しを作ってあげると、より、チークによって、正面の面と側面の面っていうのを作ってあげることができます。なので、この2点、面によって色の濃さを変える、正面ほど明るく、側面ほど暗くなっていくっていう色味を変えてあげるっていうことと、それから、線を引く場合はここ、角度の切り返し、眉毛とかチークとかの、角度の切り返しを作ってあげる、この2つを意識することで、より、立体的な、お顔立ちになりますので、ぜひそれを意識してやってみてください。